ネット競馬ニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。2月9日水曜日、本日のニュースを担当いたします、桜花の奇跡、もちももみです。それでは本日のニュースです。ももみの血筋の道筋。はい、このコーナーでは血統勉強中の私と血統での穴馬予想を一緒に学んでいこうというコーナーです。今回は2月13日日曜日、阪神芝2200m で行われる京都記念から探していきたいと思います。予想オッズで人気を集めているのが、昨年オークスの覇者ユーバーレーベン、前走ジャパンカップ6着から挑みます。前走菊花賞13着のレッドジェネシス、ここでタイトルをつかみたいところです。前走ジャパンカップ10番人気ながら4着に好走したサンデーポケット、阪神で好走となるでしょうか。今回注目の血筋はこちら、リファールヌレイエフ持ちの馬に注目。リファールはスピードの伸びがあり、パワーもある系統。重馬場を得意としており、京都記念当日も雨で馬場が重くなることが予想されるので、その点もプラスです。ヌレイエフはスピードの持続力に優れている系統。非根幹距離を得意な馬が多い傾向があり、京都記念でも注目です。京都記念の過去好走馬を調べてみると、リファール、ヌレイエフ持ちの馬が多く好走していることが分かりました。出走予定馬の中ではどちらも持っているのがエヒト、リファールを持っているのがジェネラルディーナ、ダノンマジェスティ、マカヒキ、マリアエレーナ、レッドジェネシス、ヌレイエフを持っているのがサンデーポケット、タガノディアマンテ、レッドガランでした。以上の血筋を踏まえた私の注目穴馬を3頭ご紹介します。まず1頭目はこちら、エヒトです。ルーラーシップ3区母父ディープインパクトのエヒト。今回注目の血筋、リファールヌレイエフの血を持っています。ルーラーシップ3区は昨年もダンビュライトが3着に好走。前走アメリカジョッキークラブカップでは抜け出せず9着という結果でしたが、2走前サンタクロースステークスを3馬身差で圧勝しているように、どんどん力をつけてポテンシャルは十分あると思いますし、阪神も合いそうなので狙ってみたい存在です。続いて2頭目はこちら、マリアエレーナです。黒船3区母父ディープインパクトのマリアエレーナ。今回注目の血筋、リファールの血を持っています。パワーやスタミナも必要な京都記念では、ゴールドルーラーを持っている点も非常にプラスだと思いました。京都記念ではある程度前に行ける馬の方が好走率が高い傾向にあるため、マリアエレーナの前目に行ける点は強いところだなと思いました。金走7戦すべて馬券圏内に入っている安定感も魅力的です。小さな体ですが負けずに頑張ってほしいです。最後に3頭目はこちら、レッドガランです。ロードカナロア3区母父シンボリクリスエスのレッドガラン。今回注目の血筋、ヌレイエフの血を持っています。パワーやスタミナも必要な京都記念ではロベルトを持っている点も非常にプラスだと思いました。前走中山金杯では初 2000m で2と2分の1馬身差で勝利。内で足を溜めて外からすっと抜けて強い勝ち方がとても印象的でした。
レッドガランは今までマイルから1800メートルを中心に頑張ってきたと思うのですが、前走距離伸びて2000メートルで強い勝ち方をしていたので、本レース距離もこなせるのではないでしょうか。前走に続き重賞2勝目を飾ってほしいです。G1 馬をたくさん輩出している注目レースの京都記念、人気馬が堅実な傾向ですが、果たして勝利をつかむのは一体どの馬なのか。今週も競馬を楽しんでいきましょう。以上、本日のネット競馬ニュースフラッシュでした。